はい、皆様こんにちは。 TCS 企画の T 担当ゴーゴーボーイのタスクです。はい、本日は、2月の14日バレンタインということでね、ちょっと、こちらのね材料をちょっと集めてきました。なのでこれを使って自分のね、得意なお菓子の料理のチョコブラウニーをですね、ちょっと我流になるんですけど、ちょっとね作っていこうと思いますので、それをねちょっと動画にしていこうと思いますので、ぜひお付き合いください。よろしくお願いします。ということで、ではオープニング動画へどうぞ。はい、ってことで早速こちらのねチョコブラウニーの生地を作っていこうと思います。まずこの小麦粉とこのグラニュー糖と、これのココアパウダーとあとはバターですね、を一旦全部溶かし切ろうと思います。その後に、中身の具であるバナナ味の方と、くるみ味の方でね分けて、あとは最後にちょっと仕上げでこちらのバニラエッセンスですね、こちら風味付けでピピピッと振っていったら一旦生地の完成になるので、まずこちらの用意してあるボウルに全部を入れていこうと思います。まず 50g、 あともう 50g、 よいしょ、お砂糖 OK です。この状態をで一旦混ぜ混ぜ頑張りましょう。これなんでこのお菓子だけ作るようになったかというと、自分はあの中学の家庭科の時にこのお菓子をね作ったことがあって、それぞれ自分のなんか作りたいお菓子を作りなさいっていう家庭科の授業があったんですよ。その時にすんごい褒めてもらった料理とかお菓子なんですね、これが。なのでずっと思い出の料理として残ってて、ちょっとねたまーにこうやって自分で作ったりするんですけど、はい、ちょっと一旦混ぜ終わりました。はい、ではここに次ねこれを2つにもう一つね器に分けて、こちらのバナナとくるみ味2パターン作ります。ではこちらのね2つの生地が完成しました。こちらナッツとバナナでございます。なので、最後の仕上げでバニラエッセンスを適当にピャピャっと振ります。めっちゃバニラやば、ピャ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 、最後ですね焼き上げの時間でございます。それはね器をねまずこちらのアルミホイルで普通にちょっと器を作ります。はい、では今からこちらのオーブントースターに、生地を入れます。さあちゃんと膨らんでんのかな、ちょっとだけ中開けてみましょう。こんなんしたらあかんねんけど、お前、あ膨らんでる膨らんでる、プツプツなってるわ、いい感じ。じゃあこのままもうしばらく待ちます。いってらっしゃい。おっと、ナイスタイミング。では開けましょう。お帰りなさいませ、バナナブラウニー様。あーでもいい感じちゃいますか、いい感じいい感じ。オッケーオッケーオッケー。はい、ってことで、長かったですね。だいたい1時間の調理でしたね。無事なんとかチョコブラウニー、バナナ味と、くるみ味出来上がりました。こちらが見えるかな、一応バナナ味のブラウニーとこっちが、くるみ味のブラウニーでございます。いやめっちゃ久々に作ったわ。でこれをカットして、一口サイズの食べやすいね大きさにしていただくんですけども、作るだけの企画じゃないんですねこれが。で本日、バレンタイン2月の14日でございます。こちらね YouTube チャンネル TCS チャンネルで、うちのねドラッグクイーンセシルが、ポケモンのねゲーム実況配信をするということで、22時やからそこに間に合うかな、今多分9時10分ぐらいだと思うよね。でそこにちょっとね、まあ、バレンタインということでいつもありがとうの感謝も込めてちょっとね持っていくっていうそこまでがこのね動画の、
続いてるあれでございますのでね、ちょっとそこもね動画に捉えていこうと思いますので、とりあえずねこちらをカットして、持っていこうと思います。ひとまずではここで、タスクのブラウニー完成ということで、皆様ご視聴ありがとうございました。ぜひ皆様も作ってみてね。ありがとうございます。